転でね、サーキット走っていただこうと思います。はい、で助手席に乗ってもらうんですよ、最初ね、お手本走行。いや、そう、はい、嫌な予感もして大丈夫ですか、今日もなんか。来た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 、怖い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 、うわわわわわわわ。さあ始まりました、テリー土屋の車の話。いや、すいません土屋さん、今日私が実はですね、テリーさんの代役で、あのさ、はい、この親父金儲けすぎて税金対策で休み取りやがった、ね、そうなんですか。いやいや、もうびっくりですよ、僕もう前日ですよ、今日撮影の前日の夜7時に電話してくるんですよ、このスタッフ。すいませんね、いやいや、こちらこそでございます、本当に。もう多分芸能界で一前日空いてる男なんで。いや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 、芸能界一前日空いてます。いや、全部こうやってこうやってこうやって、いやいやいや、来てくださったんでしょ。いや、テレビ関係者の皆さん、前日空いてる人間は私しかいませんから言ってください、本当に。なんか久々に来たね、ここ。いや本当です ね、今日はですね、埼玉県本庄市にあります、うん、本庄サーキットにお邪魔しております。いや、来ました。はい、ってことは、今回はね、こんな企画をご用意しました。何題して、サーキットを楽しみたい大人たちでございます。だけどさ、そうなんです、大人たち結構ね、おっさんになってからサーキットデビューする人多いよ。そう、うん、多いですよね、うん、なんかこう大人になってからこうサーキット走行を楽しみたいけど、でもね、実はそこまでなかなかできないっていう方、まあ敷居が高いんで、そうなんですよ、ね、で今日はそんな方々に向けまして、はい、サーキットで走ることがどれだけ楽しいのかということをお伝えする企画になっております。まずはですね、元プロ野球選手で2008年北京オリンピック野球日本代表も務められました、うん、GG 佐藤さんです。いやー、来たー、よろしくお願いします。GG さん、よろしくお願いします。やば、筋肉と情熱のコラボレーション、 GG 佐藤です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあの軍勢で目覚めたね。目覚めましたね。土屋さんに横に乗りまして、もうこれ俺も走りたいと、ね、今日呼んでいただいて嬉しいです、はい、やっぱさ、軍勢で目覚めたから、うん、そうね、またほら現役時代やっぱり年俸もらったはずなんで、車だってもちろん、ね、いいの乗ったはずです。いいの乗ってたよね。今はまあ今昔はですけどね、今86とか、うん、あ、またいや、いいじゃないですか、欲しいなと思っていて。うわ、いいじゃないですか。いいね、いいね、いいね。もう一人ね、すごい方をお呼びしてるんですよ。もう一人の方ですね、はい、来年でプロレスラーデビュー50周年、うん、2000年代には政治家としてもご活躍をされました、うん、はい、あのノーロープ有志テストデビュー爆破デスマッチでおなじみのあの方です。大仁田敦さんです。いやー、すごい、熱い熱い熱い。なんで俺は革ジャン着てんのかよ。ファイヤー。いやいやいや、いいなじゃなくて、熱いよ。いや、そりゃそうですよ、ね、なんで俺だけ革ジャンなんだよ。土屋さんなんで T シャツ。僕らも半袖で、大仁田さんといえばこれじゃない。いや、これって竹のこの炎天だよ。しかも黒だから全部吸収しますから、熱を。この間の遠征、北海道ね、涼しいと思ったら、はいはいはい、もうこれ以上暑いんだから。いや、暑いんですよ、今北海道暑い。38度ですよ。38度、それで革ジャン着て暴れてるんですよ。何やってんのかよくわかんないな。車好きなん、おお、車好きなんですけど、はい、今は経済的に変わりましたね。変わりましたね。日本車すごい。あ、日本車、そうですか。最近日産とトヨタとこう、ね、そう、いつかあの車の宣伝が来るだろうって。はい、乗り換え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 。いいですね。2車。今何乗ってんですか。今ですか。はい、あの何だったかな、インフィニティ。ああ、日産の。渋いじゃないですか。いや、渋いって。なかなか行かないですよ、インフィニティ。行かないんですよ。うん、でテキサス行ってアマリロで600ドルの、車をもらったんですけど、はいはい、それでサンアントニーまで行ったらエンジンにですね、はい、あっちはすごいんですよ、竜巻が。あ、竜巻がブワッとやってくるんですよ。それでエンジンの中に砂が入って、はい、パーン。あんまり面白くないですね。ちょ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 ち
きと走ってみたくて今日いらっしゃったんだと思うんですけど、うん、走ってみたい、こうどういう理由と言いますか。誰も邪魔がいないじゃないですか。そういうこと。そうですよ、車だと乗る運転されたら辛いじゃないですか、はい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 、ブレーキ踏まなくていいんだもん。いやブレーキは踏まなきゃ、ブレーキは踏む、ブレーキは踏む、ちょっと有刺鉄線な感じダメですよ、はいはい、関係ねえじゃねえか。関係ねえだろ、何でも噛みつきますね。俺噛みつくな。 お前にだけからそうなんですよ。だから今日テリーさん呼んでるのにね。そうそう、テリーさん来ないって言ってるから。テリーさん本当長い付き合いなんですよ、ね、もう長いんだ、もう半端なことやらせないですからね。土屋さんも困ったことあるんだろ。大変ですよ、本当に。本当ですよ、本当に大変だよ。この中、家の中、はい、家があって、はい、穴の中入ってください、鉄板ボーンと置かれて、はい、爆破するんだから、そんな番組あったんですから。やばいっすよ、ほんとやばいっすよ。佐藤さん、でもさっきあの文才で目覚めたってことでしたけど、はい、今日の意気込みはどうですか。土屋さんドリフトを見てしまったんで、僕も今日一回ドリフトやってみたいですね。ドリフトでコーナーリングを駆け抜けたいですね。DD 佐藤ですね。 DD 佐藤、ドリフトドリフト佐藤、イニシャル G になりたいです。ちょっと一つだけ聞きたいんですけど、はいはいはい、車乗るときにこういうサーキットもあるとき、はい、注意事項ってあるでしょ。まあ、注意事項は、はい、あのブレーキをしっかり踏む、はい、で立ち上がりでアクセルをしっかり踏む。だから普通の道じゃないじゃない、アクセル全開って、はいはいはい、もうサーキットだとコーナー曲がって立ち上がり始めたらアクセル全開で、コーナーからコーナーまでブレーキングまでは常に全開。だから一般の道で全開ってなかなかないでしょ、はいはいはい、アクセルじわーっと入れてじわーっと戻すので、はいはい、だからもうサーキットだともうコーナーからコーナーまでは常に全開。ベタ踏みしていいんですか。ベタ踏みフルブレーキング、ベタ踏みフルブレーキング。でも御茶さん、さっきねブレーキかけないみたいな話しましたけど、どうします。お前展開的ドライバーを目の前にブレーキですね、ブレーキですね、ブレーキ、アクセル。スタッフ今日来るから止めろよ絶対。来るからな、止めろよちゃんと。本当にで、ね、今日あの、はい、お二人にはですね、サーキット走行をするにあたって、はい、事前に乗りたいことを伺っております。すごいすごいすごい、はい、これはトヨタチェイサー。うわー、またうわかっけー、大仁田さん、うわ大仁田さん、ちょっとかっこいいな。3号 GTR ニスモ、僕の友達の岐阜の友達が GTR を自慢するんですよ、すげえ。これで土屋さんいくらぐらいするんですか。これ3000万ぐらいです。もう3000万ぐらい。3000万、はいはい、お前いい加減にしろよ。いやブレーキ踏まないで。いやブレーキ踏まないですよね今日。いい加減にしろ。ブレーキ、ブレーキ踏まないですよね今日。本当に本当に3000万お3000万、で佐藤さんが乗るのが、はい、これね今大体こう市場では3、400万円、結構高いんですよね。ちょっとマニュアル、え、こんなんでこんなんで、もう豊田さんから仕事来ないですよ本当に。いやこれが300万。本当に本当に本当に90年ぐらいだ、95年とかぐらいぐらいだよね。で95年でしょ。新車で200〜230万でしたよね。今400万ぐらい、これ、うん、だってこれのいいやつなんかだと5、600万します。えお前いい加減にしろよ。何も言ってないでしょうよ。今回に関しては何も言ってないでしょ。俺が土屋さんに突っ込めると思うな。いい加減な、言わないでしょ。いいですか、そのチェイサーを貸してくださった方が来てますから。オーナーさん、はい、そうです。嬉しいでしょ。佐藤さん、なんでこれに乗りたかったんですか。いや形ももちろん好きですし、うん、スポーツセダンが好きなんですよ。ドリシャといえば、スポーツセダンのドリシャといえばチェイサーかなと思って。しかも本当ドリフトする気満々なんですよ。満々に言いました今日は。シアスはどうですか、ドリフトは。これどう見てもドリフトする車じゃないです。ノーマル。これは普通のチェイサーを楽しむために買ったっていう、こう仕様ですよこれ。オリジナル的な、オリジナル思考な。だから佐藤さんが思ってるようなドリシャではない。そうですよね。で、大仁田さんはなんでこの車を選んだの。そうですよ、ちょっと見たいね。俺、岐阜の友達が GTR、GTR って言うんですよ、はい、で自慢するんですよ、はい、これ何千万だと言うんですよ、はい、それ聞いた時に、じゃあぜひ一回乗ってみたら、そいつに乗らせもしないんですよ。うわ、大仁田さん乗らせます。なんでだよ。なんでだよ、関係ないですよ。僕、岐阜の友達じゃないですよ。岐阜の知り合いじゃないですよ。いや、だからさ、なんかこう、パッと見が
あ、大仁田さんに合ってるな。いや、合ってます、合ってます、合ってます、分かる、分かる、うんうん、ね、なんかこう合ってる。あ、そうですか、うん、はい、合ってる、なんか荒々しくてさ、ね、隣に2人いるけど、これただ運んでくれた人間じゃないんですよ、これ。そうですよ、あのグランツーリスモの世界チャンピオンで、で、ラリーのチャンピオン、全日本ラリーのチャンピオン。いや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 、強いよ、強いっすよ、叩くのがいい。一応で、まずね、お二人にちょっとサーキット走行何たるかを体験していただく前に、はい、土屋さんの運転でね、サーキット走っていただくこともあります。はい、で助手席に乗ってもらうと、これ最初ね、お手本走行。いや、そこだ、ちょっと嫌な予感もして大丈夫ですか、今日も。なんかね、デフ入ってない、大丈夫ですか。なんで自分から仕掛けて急に怖い弱気になるんですか。じゃあちょっと、じゃあまず土屋さんと佐藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみ、よろしくお願いします。行ってきます。土屋さん、お願いします。佐藤さんが好きなチェイサーで、お願いします。軍曹以来2回目ですね、お願いします。まあ、だからサーキット走行は、はい、最初はもうタイヤもブレーキもさ、まず温めること一瞬は。そこね、そう。じゃあどうですか、チェイサーは。いや、チェイサーは乗りやすい。おチェイサーは乗りやすい。来た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 、怖い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 。いや、うわうわうわ全然大丈夫。うお、来た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 。嘘でしょ。足ノーマルだね。ノーマルですか。うん、柔らかい結構。怖っ。で、ブレーキングをターンして、アクセルパーフ展開。フルブレーキっすね。そうそうそう、さっきのともうメタブリー3速、3速。うわうわいや、これドリルだな。ドリキー冷水に入ってるな、これ。おお、今ドリフトしましたよ。うわドリフトできてる。あ、入り口がね、入り口してる、入り口が軽くするよね。うわ、キュッキュってる、キュッキュってる、キュッキュってる。嘘し、うわー、してる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 。すげえ、冷水が入っちゃってるな。サーキットの後もこういう感じなんですね。フルブレーキングダウンしてハンドル切ってアクセルじわーっと入れていって、ここから全開全開。そうそうそう、ストップアンドゴーの連続ですね。いや、そうそうそう、本当にそう。サーキットはそう。うわー、来るよ。うわーやばいって、やばい。すげえ、面白いでしょ。面白い、ね、面白い。面白いよね。これはできない。すごい。面白い。どうでした、佐藤さん、土屋さんのドライビングは。殺す気か。いやいや、殺す気かじゃないです。ドリフトしないって聞いてましたけど、キュッキュ言ってましたよ。ドリフトもしてない、してないですか。入り口だけね、はい。入り口だけ滑ってる。いやいや、ここでもうケラケラ笑って運転してると、もう変態です、土屋さん。もう本当に。でもご飯食べるのと一緒ですもん。で、デフが入ってると、入り口でこう滑り出すでしょ、はい、で、アクセル入れると、出口までずっと滑ってる。だからデフがないから、入り口だけ滑ってる。確かにストップアンドゴーもありましたね。うん、もう全力で走って、もうフルブレーキする。ね、前回フルブレーキング、前回フルブレーキング。これが聞いてます、前回フルブレーキング、前回。やめようか。いや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 、まだ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 、乗りたくて来たんじゃないですか。これすごいっすよ。あ、そう。あ、めっちゃ怖いっす。あ、そう。でも本日さん、もっと怖い経験してきてるのかな。いや、怖い経験も一瞬なんだ、俺の場合には。一瞬なんだ。継続がない。継続は辛い。辛い。もう辛い。いや、でももう次だけどね、次待ち構えてます。次もう待ち構えてます。すごいなと思って、はい、ちょっと怖がらせようとしてきます。あと、ちょっと節がちょっと、そっち、その節がありますね。それ絶対ある。あ、それちょっと、俺見たってそう思った。え、ないって。いやいや、ある、ある絶対。近かったの、指が。いや、今行きますかね、大仁田さんのサーキット走行体験。輝いてますよ。じゃあ最後に、あの、お気持ちは。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー出ました。だからもう実用的な話が乗らないですね。でもまあ普通そうでしょ。
わわわわわいやだってこれ1時間走るんだよ。いやいや2時間でも3時間でもやってますから。これは大仁田さんだから気を使って走ってる。嘘だろ。嘘。本当だって。今本当にあれですよね。朝のランニングぐらいですよねこれね。アップアップアップぐらい。ジョギングぐらい。ジョギング。ジョギングです。3000万のジョギングです。お前舐めてんだ。舐めてないですよ。めちゃくちゃフォローしてるんですよ。いやいや。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービス。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。